もレモン。はい、どうも気まぐれ店長の気まてんです。いやほー、はい、ほうや、めいです。何今の。戻します。まあいいや、はい、もう先週ぐらいからさ、はい、うるさいよね、あの髪切ろうか切らないかみたいなさ、何があるの。めっちゃうるさいんですよ。めんどくさいんで切ってやろうかなと。はい、ズバッと。もう切ってやろうかなと思って、ズバッといきます、うん、後押ししてあげようと思って。はい、でね、まあ、多分ね似合うし、まあ、ショートカットの方がモテるって言いますし、うん、はい、切ろうか切らないか悩んでるのをもう俺らで後押ししてあげようね、そういう機会でございます。見えちゃダメなんで目隠しをして、その目隠しこれね、そう、それをしてもらって味を当てるみたいな、そういう企画を、あ、まあ嘘の企画なんですけど、うん、まあ俺があの隣にいるんで、うん、あのどん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 来ていこうかな、うん、そんな感じでやっていきます。じゃあちょっと来るの待ちますか。はい、じゃあそんな感じでやっていきます。じゃあ行こうか、レッツ。決まって、はい、どうも気まぐれ店長です。キモテンです。ヤッホー。寿司チェーン寿司三昧のどうも鬼瓦です。ヤッホー。どうも鬼瓦です。ヤッホー。最低だと。今日も始まりましたキマテンチャンネル。そうなの、キマテンチャンネルって言うんだ。今日は何をするかっていうと、これね、こう目隠しをして鬼瓦さんに何を食べてるか当てられるかゲーム。当てられます。その見た目。じゃあ当たらなかったら罰ゲームとかある？じゃあある。女の子だもん。じゃあ早速やっていくので、ちょっとこれつけ。それは仮面外して、これつける。Girl Power。それで俺。怒ってんすか。怒ってんすか。怒ってます。いいえ、元気いっぱい。気持ち悪い。気持ち悪い。とりあえずさ、音楽聴いてもらって。これ、ちょっと私は。何かわかんない。髪の毛やって。耳とは鼻の穴が違い。早くして。自分でつけたことじゃあ、これ右、これ右ね。思ってんだよ、俺が。じゃあ音楽流す。今聞こえる？聞こえる。どう？で、聞こえなくなっなったのもあるしね、音楽流れたら、うん、聞こえない。じゃあ、早速やってみます。可愛いよね、なにおかまっ。じゃあ、一品目。うん、一品目こちらです。まあ、レモンですね。あの日の悲しみさえ何か当ててね。どう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 。あんま動かないで、動かないで、あんまり聞こえないです。うっさい。何これ、うん、音楽止めて早く。分かった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 、音楽止めて早く。はい、はい、絶対レモン。はい、どうぞ。あの日の悲しみさえ。しかも殻あるん、殻殻何の話。レモン、うん、
正解。正解。出したい。ちょっと、そう。オッケー、オッケー。日サメ行くよ。じゃあまた音楽かけるよ。聞こえなくなったらマネして。どうですか？食べてくれないの、早く。はい、今またレモンじゃないですか、もう。え？え、違うよ。レモン？レモンでいいの？本当にレモンでいいの？うん、正解。あと1回。あと1種類。絶対どうせまたレモン。いや。3度目はやっぱ、正直って言うじゃん。音楽は聞こえてますかね？じゃあ、とりあえず最後。もう始まった。いた。やってない。何を？なんかカメラ止めてって一回。カメラ止めてってば。カメラは止めない。ねえ、どこ来た？ねえ。ん？だってずーっと髪の毛切りたいって言ってたじゃん。来たんですか？その髪の毛。え、来てない。カメラは止めない。どっちだから来たの？じゃあ俺。じゃあ俺。ふざけてます。なんで笑ってんですか、そもそも。ありえないんですけど。ごめんて、ごめんて。待って、笑ってんのもおかしいですし、なんでそれを YouTube でしようとしてるのかもわかんないし。最悪。YouTube だからこんなことしてたら思わなかった。ありえない。ありえない。やめる。ほんなら、その時に、まあ、おい、こいつ俺の。ほんならその時に、まあ、おい、こいつ俺の。じゃあ、ここってめっちゃやばいかな。やばいかな、普通。どうする？結構やばくない？結構ガチギレしてたよ。まあ、結構初めて並みに見たけど、うん、あの、切れてる。一緒、大丈夫っしょ。どうも、気まぐれ店長です。気まぐれです。やっほー。どうも、鬼瓦です。やっほー。はい、どうも、気まぐれ店長の弟のメイです。マジで無理だった。
思いっきり見えてるやんねー。やっちゃおうかなって。